はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。昨日、水戸に旅行した疲れが、ちょっと抜けてないんですけれども、昨日は土曜日ということでですね、日本改革党の支部長さん、あちこちで、活動してくれたようであります。支部長各位に通達なんですけれども、政治活動をやる場合ね、いついつどこどこで何時から何時ぐらいまで、政治活動やりますって、ツイッターで告知してください。で、よかったら見に来てくださいっつってですね、人募ってください。ファン作ってください。で、仲良くなって、自分の講演会っぽいものを作れたら、ポスティングして、いただいたりですね、ポスター貼りのボランティアさん、お願いできたりするじゃないですか。そういうですね、講演会的な、その支部のファン的なものを政治活動を告知することによって、そんではまあ一緒にですね喋ったりなんかしてすることによって、友達作ってください。友達100人できるから、候補者本人がね一人のポスター貼りボランティアも用意できないような情けないことにならないようにしてください。よろしくお願いいたします。困んのは自分ですからね。まあ業者に頼んでお金で済ますっていうこともありますけどね。増税総理。個人の所得税の負担が増加するような措置は行わない。12月10日、断言。記者。復興税の転用は所得税増税に当たるのでは。これ2037年までにですね、2037年まで徴収するっていう復興税の一部をですね、防衛予算に流用することで、復興じゃなくなっちゃったんですね。復興税じゃなくなっちゃった。あと2037年までで終わるかどうかもわかんなくなっちゃった。いうことなんですけど、バカ総理、負担感が増えることはないようにしなければならないと言ったことだ。なんだそれ。増やさない、増税しないって言ったじゃないか。負担感が増えないということ。そういう意味で言ったのではない。じゃあどういう意味で増税しないって断言してんだろうって話なんですけど、負担感が増えないように経済成長と賃上げの努力をする。2037年までは所得税の負担は増加しない。あれおかしいな。増税しないとは一言も言ってねえのという話でね。ネットの話。もうめちゃくちゃ。自分でも何言ってるか分かってなさそう。増税して、なんで経済成長すんだよ。もう経済音痴ってレベルじゃねえ。ガチで頭悪いんか。大丈夫なんこいつ。経済成長による税収の増加で賄えるだろう。増税すりゃ経済成長するって、バカですか。増税したら経済は衰退しますよ。こういう増税って経済成長してからやるもんでしょ。だからまずは経済安定させてから増税しろや。増税のためなら何でも言う。まあ、支離滅裂なことを言ってんですよ。負担感は増えません。増えないように賃金上げます。経済成長させます。増税しないとは言ってない。いうようなことを言ってるんですね。負担感が増えることはないようにしなければならないと言ったことだ。そういう意味で言ったのではないみたいな、鳩山的なことを言い出しやがってる。結局はやらないと言ってた所得税増税すんだろ。嘘つき。負担感が増えないように経済成長と賃上げの努力する。そしたら増税してもいいよねっていう意味で、増税してですね、可処分所得減らしてですね、消費減らして、どうして経済成長すんだよ。なんでだよ。どんな脳みそしてんだよ、このバカ総理は。経済成長させたいなら減税でですね、消費を旺盛にするのが道理ですよ。それしかねえよ。本当の本当に、バカなんだな。この岸田文雄ってやつは。こんなのが総理なのか、不安だな。こんなバカを代表に選んだ自民党も大概だからな。大概。総理も大概だけど、それ選んじゃった自民党も大概だからね。まあね、高市総裁に投票した人もいますから、全部がとは言いませんけれども、2037年までは所得税の負担は増加しない。増税しないとは言ってない。それに15年後は、総理は80歳。もう逃げてると思って、適当言ってんだろ。てめえ。適当言ってねえ。2037年までは、って言ってるけど、復興税の徴収がそれまでの予定だったんですね。一度掴んだ税金を死んでも離したくない財務省はですね、これの徴収が終わった途端に、お釣りが来るぐらい所得税増税すんじゃねえかと私は予想しております。お見通しだ。財務省であることを人様に言えないぐらいの世の中にしないとダメなんじゃないかな。日本人に嫌われてて、憎まれてて、財務省って名乗れないっていう世の中にしないとダメなんじゃないか。今、朝日新聞社員は名乗れない空気ですよね。はっきり言って。財務省もそうしないと、調子こいて仕方ないですね、本当に。しかし、総理のバカさ加減には困ったもんだな。本当に、ギャグのこと言ってるよ。バカだから。三原淳子、参議情報。走行距離税は今回の税制大綱に書き込まれないことが決定いたしました。昨日の都議会議員情報といいですね、もうテレビ新聞いらないな。あったな、走行距離税。そんなの。財務省、EV からガソリン税取れないよ、どうしよう、せやって言い出したのが走行距離税ですね。これがですね、地方殺す気かって非難合々だったんで、EV 出力税なんていうのものを言い出してましたよ。モーターの出力によって課税するかなんか。そんなこともほざいてやがりました。365日24時間増税のことを考えているのが財務省と。私が生きてるうちにですね、そうと名乗れない世の中にしてやるわ。悪口言いまくって。朝日新聞も大概だけど、財務省も大概だから。悪口言いまくって名乗れねえにしてやるわ。覚悟しとけって話なんですけど。ガベージニュースさんから、年代別、情報源として欠かせないメディアはという質問。新聞は欠かせないと答えた10代 3.6%。こまで少ないと、その 3.6% ってどういう人らって知りたくなりませんか？今時、新聞。20代 6.5、30代 10.9、40代 21.9、50代 32.8、60代 49.3、70代 63.2%。やっぱ年代を追うごとに新聞は必要だって思う人上がってますね。70歳以上だと3分の2が必要だ、答えてる。3分の1が、必要ねえわ、新聞なんかって思ってるっていうことで、まあまあエリート高齢者さんなんでしょうね。テレビは欠かせない。これ複数回答で NHK プラス民放の数字なんで 100% より、高い数字も出ております。10代 50.9%、20代 44.3%。まあ半数が、ここまで半数がテレビいらねえよ。情報源としては。という、30代 58.8%、40代 70.4%、50代 88.6%、60代 106.3%。これ複数回答なんで、NHK プラス民放の数字なんで 100% 以上になってます。70歳以上 127.7% という数字。やっぱテレビ見てんだな。年代上がっていくごとにな。20代が一番少ないのは、20代って忙しくてテレビ見る暇ないんだろうな。勉強に、就職に、恋に、デートにっていう。ネットは欠かせない。10代 80.0%、20代 84.6%、30代 81.3%、40代 76.0%、49歳までは非常に高い数字。50代でも約3分の2が欠かせない。60代、いきなり半分切りました。46.5%。70歳以上、15.3%。ネットは欠かせない。情報源としてって考えてる。エリートな70歳以上さん、15%。大体あれですか、6、7人に1人ってことですか。2割弱ぐらいのネットは欠かせるって答えた10代、20代は、一体どんな生活してんのかな。10代、20代にしたら、みんなスマホにかじりつきじゃないのか、同じく50代でも3分の1いるネットは情報源として欠かせるって考えてる50代って、私も50代ですけれども、まとめ60歳以上のテレビの影響力は健在。なんせNHK と民放で 100% 護衛してますからね。ネットの情報を信用しない60歳以上、という構図ですか。欠かせるって答えた人が半分より多かったからね、60歳以上だとね。前の調査でですね、パソコンで動画を楽しめる65歳以上のエリート高齢者はたった 11% で、回答が出ておりまして、ネットの情報を欠かせない70歳以上、15.3%、これだいぶ含まれるんじゃないかな。この 15.3% にパソコンで動画見れるエリートさんだいぶ含まれるんじゃないかな。今では高齢者も漏れなくスマホ持ってるんですけど、それでニュースを見るまでは8割以上が至ってないと。残念。スマホ何に使ってんだかっていう。まあまあ、メールと LINE と会話ですかね。まあ、結論、テレビ、新聞いらねえ、いずれはということで、今はまだそうなっていない。特に60歳以上がそうはなっていない半分以上という結論ですね。東洋経済新聞、東洋経済記事、キー局決算に見る、放送業界、史上最悪の危機。史上最悪になったなんて、売り上げと視聴率が、記事要約です。キー局5社の決算が発表された、TBS 日テレ、テレ朝、富士、テレ東、5社の収入合計は2019年4104億円から3822億円に落ちた。マイナス282億円、6.9% 減。もちろん史上最低だそうでございます。ゴールデン視聴率合計2019年 36.5% が2019年 36.5% が 33%、33.3% に、1割ぐらい落ちちゃった。巣ごもりで高齢層にもネット動画が浸透し始めたせいと。今まで頼みの綱だった高齢者がテレビ以外のものを楽しみ始めた。してみっと、今調査したら、パソコンで動画が見れる65歳以上のエリートさんたち、11% より増えてくかもしれないよね。増えてくかもしれないですね。ネットフリとかアマプラとか、D アニメとかですね。D アニメの D は、ドコモの D です。ドコモグループでやってるサイトであります。月額440円。440円でこんなに楽しめていいのかなってなんか申し訳な、クリエイターの方とかね、ネットの話だってつまんないもん。テレビは洗脳装置だから見ない。反日のスパイ組織だから見ない。テレビがついててもみんなスマホしか見ていない。そうなんだよねこれね。テレビついてても、まあ、お茶の間でみんなスマホいじってるっていうですね。好きあらば韓国推しが不愉快。ゴールデンでもクイズ、買い物、食べる、街ぶらばっかり。まあ、金ないんですね。制作費。ネットで拾ってきた衝撃映像で番組作んだ。そうだよね。ただで拾ってきたもんさ。そんなの YouTube 直接見たらいいんじゃねえのかな。選択肢が増えてるんだから当然。高齢者も面白くないってうんざりしてる。嘘、大げさ、紛らわしいと。面白くないが多数意見でしたね。それしかない昔は良かったが、つべに見られると、あとCM とか一切入んない D アニメとか見ちゃうと、随分私も D アニメ押すなって感じなんですけど、CM の多さと長さにヘキヘキしちゃいますね。続きは CM の後で、死んでしまえって思います。テレビないんで、まあ食堂とかでしか見ませんけど、民放は潰れてくれればそれでいいんですけど、視聴率気にしなくても安定収入入ってくる NHK は厄介ですね。今後もスクランブル化を要求し続けます。次は、1月はいろいろ忙しいんで、2月かな。スクランブルでも雨になんないといいな。反撃能力獲得するぞ。閣議決定。立憲と共産がおかしな理屈で反対してました。読む価値ないバカなことばかし主張してるんでどうせ。読みもしないで、かつ愛。気にするな。大したことは言ってない。これ米軍のですね、取り扱いマニュアルなんですけど、まあその通りですね。気にするな。大したことは言ってない。国際組織、金融活動作業部会、テロ組織のマネロン対策のうち、NPO 悪用防止の項目で、日本は不合格。最低評価を受けたそうであります。指摘されちゃいました。金融庁、性善説で NPO を信用してるとか言っちゃって、まあまあ、不備があるってことは認めたみたいであります。じゃあ直せよ。バーガー。金融庁この野郎。ふざけてんのか。って思いますけれども、ネットの見直す時期だ。どこまでざるなの。共産党とコラボの子とかにはいいタイミングだな。パヨの温床、資金源になっている。確定申告も性善説でやっていいですか？それはダメなんだな。NPO イコール詐欺団体ってイメージがある。私たちは買われた店を主催してた NPO も覚醒剤牧師が代表だったんだよな。なんかね、元ヤクザで体に入れ墨あって、牧師やってて、で、つい最近、覚醒剤で捕まった NPO 代表が牧師で、で、私たちが買われた展覧会みたいなのやってて、みたいな、そんな話。で、コラボを守る会かなんか立ち上げた83人の中に、そいつ捕まったやつ入ってたんですけれども、83人が1週間も経たないうちに、逮捕されちゃって82人に減っちゃった。で、コラボのですね、公式のツイッターもですね、その牧師に関するツイート、慌てて全部削除してやる、いう話。役所が性善説で金出すとか、ありえんだろう。性善説は公務員が、私は悪くない、私も騙されたんですっていうための常套手段ですね。税務署はですね、性悪説に基づいてガサ入れするのに、都合良すぎんだろ。てめえら同じ。財務省の管轄だろ。いろいろ話題のコラボにでもですね、国の会計監査員が入るつうし、全国的にNPO に入ってる金見直せ。NPO 実は官僚の天下り先にもなってて、扱い甘いんですね、実は。厳しくしちゃうと、いざ自分が甘くだった時に、堅苦しいから、甘い。ここでも俺だけ、今だけ風味。高級官僚はですね、選挙でクビにできるようにしたいですね、これね。最高。際の裁判官だけでなくて、特に財務省の、トップ3ぐらいまでは国民の審査を受けて増税ばっかりって気に食わねえって意見が多くなったらばクビにできるっていうシステムにしたいな、金融庁は財務省ですよね。性善説でよく調べもせず怠慢こいていざという時には責任取らないで怪しい公金支出を放置と。それで増税したいっていうんだから、とんでもないですね。やっぱ財務省はですね、歳出省、歳入省、税務省、金融監督省ぐらいに分割して力を削ぐべきって私は思っております。男女共同参画 NPO 法人の事務局長が500万円横領、理事長、監査がずさんでした。サーセン。記事を要約しますと、NPO 法人の男女平等、もう怪しい。もう、頭クラクラする。推進協会越前が、越前市から、市のですね、男女共同参画センターの管理運営を年間113万円で任されてたんだって、請け負ってたんだって、事務局長60代女性がですね、2014年から9年間にわたって帳簿を改ざんし、総額約500万円を横領。1年間の予算が113万円で、9年分ちったら1200万円ぐらい、1300万円ぐらいか。そのうち500万横領するって、すげえね。半分ぐらいかっぱらってやがるの。理事長、法人の通帳を隠していたので気がつかなかった。バカ。バカなのか、こいつ。監査がずさんだった。てへーペロ。バカなんだな、これな。理事長がバカだ。管理がバカだ。何信じる。性善説ですか、ここでも。ネットのなんです。個人の横領がこっちは、ジェンダー予算は不正の温床。男女共同参画って危険思想。こんなの野放しで増税とか。ジェンダー予算8兆円なくして、防衛費に突っ込めよ。これ8兆円で聞きません。10兆円です。これね、国が出してんのもあるし、県や都が出してんのもあるし、市や区が出してんのもあっからです。8兆円で効きません。10兆円です。男女共同参画補助金禁止すれば万事解決。天下り先だから官僚やパヨが抵抗する。ほら、ろくなもんじゃねえでしょ。ジェンダー NPO なんか。10兆円も投じてね、女性の雇用を守らなければならないほどの状況なのが、今の日本は。そういえば昨日水戸でですね、水戸駅の便所に入ったんですけども、清掃中とかあってですね、若い女性が、掃除してるんですよ。あららららら、普通ね、おばちゃんとかはよくいるんですけど、あららら、若い女性が、男便所を掃除してまして、これ逆だったら大変だよなって。若い男性が女子便所を清掃中なんて掃除してたら、やっぱ問題なるだろうな。男女平等じゃ全然ないよなってちょっと思ったんですけど、余計な雑談です。天下り先とパヨの資金源とマネロン掃除になってないが指摘されるほど、国際機関に指摘されるほどマネロン装置。それほど女性は働きたがってんのかって話ですよ。20代女性なんですね。半数近くができたら専業主婦になりたいって言ってますよ。調査で分かってんだな、これ。それをね、無理やり働けて、余計なお世話だな、全く。税金使って、10兆円も。ポストの問題もありますよね。正社員枠が100あって、男女同数採用したらですね、50人採用したら、50組しか結婚しないですよ。50組しか夫婦できないですよ。男100人採用すればですね、100組できる可能性がある。それこそ少子化対策じゃない？共同参画、いっぺん全部やめてみたら、それで世間がどう思うかね。これのね、100組理論を、私、少子化対策としてツイートしたら、顔真っ赤にしたバカパヨが、罵詈雑言、誹謗中傷、で、ムラムラがってきたんで、まあ、確信ついてると思いますね。いっぺん全部やめろって。看過できないほど、働きたい女性の就職の条件とかが、ダメになったら再開すればいい話でね。そしたら、増税しないで、防衛費3倍も可能だしね。なんか、シーカーズはですね、軍栄えて民滅ぶとか、ほざいちゃったみたい。ツイートしちゃった、みたいですけど、何言ってんだってバカ。軍がダメだったら、民もダメだろ。国家あっての生命財産であるの。ウイグル、チベット見てわかんねえのか、このバカ者が。何年政治家やってんだのカバみたいな顔して。脳みそツルツルになっちゃうんですかね。年取ってね、さすがのシーカーズもね、なんだかわかんねえけど、どうせ大したこと言ってねえけど、目に入っちゃうと突っ込みたくなっちゃうなーって話であります。メール党員さん、大募集であります。あと我こそは立候補したい。来年春の統一選に、なんて人は支部長に立候補してください。動画説明欄もっと見るをクリックしてですね、そちらからご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。